アメリカ合衆国、ミズーリシュージョプリン出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在はフリーエージェント。2004年の MLB ドラフト1巡目でロサンゼルスドジャースから指名され、6月16日に入団。この年は、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデンラプターズで12試合に登板し2勝3敗、防御率5.26だった。 2005年は A 級コロンバスキャットフィッシュでプレー25試合に登板し8勝5敗、防御率2.66だった。2006年は A 級ベロビーチドジャースで17試合に登板し、5勝5敗、防御率2.37だった。7月に A 級ジャクソンビルサンズへ昇格。11試合に登板し6勝4敗、防御率3.61だった。 2007年は肩を故障し、A 級ジャクソンビルで3試合の登板にとどまった。2008年は、A 級ジャクソンビルで25試合に登板し4勝1敗、防御率2.40だった。8月29日にメジャー初昇格を果たし、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。2点ビハインドの6回裏から2番手として登板し、0.2回を投げ、 アンダ無失点1死球2奪三振だった。この年は10試合に登板し0勝1敗、防御率12.00だった。2009年は AA 級チャタヌーがルックアウトで開幕を迎え、4月18日にメジャー昇格。19試合に登板し2勝0敗、防御率5.03だった。2010年はトリプル A 級アルバカーキアイソトープスで開幕を迎え、 5月28日にメジャー昇格。1試合の登板にとどまった。2011年は開幕をトリプル A 級アルバカーキで迎え、5月にメジャー昇格。47試合に登板しいっ1敗にセーブ、防御率2.43だった。2012年は開幕ロースター入りした。43試合に登板し1勝1敗、防御率2.20だった。 8月29日に左肘の故障で故障者リスト入りし、9月18日に左肘の手術を行った。2013年1月23日に再び肘の手術を行った。6月10日にトミー・ジョン手術を行い、2013年シーズンを全休した。2014年2月8日に前年の手術の影響で再び60日間の故障者リスト入りした。 7月29日に故障者リストから外れたが、同日にディーフとなったが、そのままマイナーに残留。9月12日に2年ぶりにメジャー昇格した。オフの11月4日に FA となった。2015年1月11日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。開幕を参加のトリプル A 級エルパソチワワズで迎え、20試合に登板して0勝。 礼拝、防御率6.52だった。6月22日に FA となった。ありがとうございます。